いつもご視聴ありがとうございます。5月寮真っ只中のトウコです。今回から新シリーズダブルリーグ選手紹介バージョン2をやっていきます。このシリーズでは21から22シーズンを終えて各選手の去年の成績と比較をしていきます。オフシーズンは当然ながらニュースも少なくネタに困っているというのは内緒です。比較する項目は出場試合数、出場時間、各種スタッツとしていきます。初回はまず富士通レッドウェーブ移籍した宮澤ゆき選手からやっていきたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。こちらが宮澤選手の昨シーズンと今シーズンの成績の変化になります。結構な情報量なので順番に見ていきましょう。比較はレギュラーシーズン中の成績となります。出場試合数は昨年は全16試合中の12試合、今年は全20試合中の16試合の出場でした。出場時間は一定増えているようですが、平均で計算すると1試合約25分と変わらずです。スタッツにおける目立った変化は平均リバウンドとアシスト、フィールドゴール成功率でしょう。昨年はアウトサイドとしての役割が強かったですが、移籍してからはインサイドでも仕事が増えました。ということでリバウンドに絡む回数が増え、フィニッシャーとしてアシスト数が減ったというわけです。役割に大きな変化が出た1年でしたが、見事にチームに馴染んでいました。さすが日本代表としても活躍する名選手ですね。10年目となるシーズンでも1戦級です。フィールドゴール成功率は2と3の両方ともに低下していますが、これは肩の怪我の影響でしょう。去年の後半から肩を負傷し、なかなか思うような活躍ができていなかった宮澤選手、新天地でも変わらぬ得点力でこれからも活躍し続けてほしいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。